はい、皆さんこんにちは、渡りぐるびしです。では今回はステラリスガンダムモード続きをプレイしていきましょう。ここまでですね、順調にある程度勢力を広げつつあるんですが、課題がいくつかあるということで見えてきたものが2つあります。1つが前回から取り組んでいる通貨、画面右上上部、今207-2って出てると思うんですけど、財政がマイナス状態ということで、もう過去に何とか破綻しているんですけども、取引でその都度通貨を獲得してきて急場をしのいだという状況なので、これをまずプラスに転じさせて、かつ備蓄もしておきたいというのが1つ目で、2つ目がですね、艦隊戦力の増強です。で、これは、ここのところ、結構、際どい戦いが続いていて、いつ、戦線を打ち破られてもおかしくない、かつ、新たに強大な敵が出てくる可能性もあるということを踏まえて、艦隊の増強、これにも力を注いでいきたいな、というふうに思っています。では、早速、続きをプレイしていきましょう。まず、第2遠征艦隊。これをですね、一旦、サイフに移動させましょう。サイフはいつも軽装を地域になっているので。で、あとは今マイナス6になっちゃっているので、これをなんとかね、変えていこうという財政の立て直しのところなんですが、今影響力が53プラスにあって、新たに土地を獲得するには6必要になってきます。6、10ですね、必要になってくるというのがあるので、まずはランテマリオ60溜まった時点ですぐにランテマリオへと進出して、ランテマリオで通貨4、これを獲得しましょう。で、その後、ナシラーに進んで、ナシラーでも5を獲得する。ここまで進めば、おそらく財政は一旦プラマイゼロに持っていけるんじゃないかなと思ってます。では、早速続きをプレイしていきましょう。で、あとはエイアスターズで、せっかく鉱物6が取れるので、エイアスターズで鉱物6を取りましょう。鉱物はいくらあってもね、本当に困らない。あればあるだけ助かる。では時間を進めていきましょう。で、財政がまた多分持たないんじゃないかなと思うので、早め早めということで、また、どうする？ハンタクに方針を送って、貿易協定、エネルギー通貨を、いや違う、鉱物を、どうする？一括でまた400送りましょうか。で、エネルギー通貨を逆に400もらいます。これでしばらくまた持ちこたえられるんじゃないかな。とにかくエネルギー資源が欲しいんで、エネルギー資源が取れるところを見つけ次第、すぐにそこに建設を行っていきましょう。ホワイトベースが入っている今、第一遠征艦隊。これがアトミーに入っているので、ここですね。ここが唯一まともな戦力と言えるのかな。2400という数値。で、領土が拡大すればするだけ、維持費、つまり通貨の消費が上がっていくので、通貨はもう最優先で立てていかなきゃいけない。通貨とポップ、食料ですね。ここはもう最優先で、鉱物資源に関しては領土を獲得した時に採掘を行っていくっていうのが基本的なスタイルになりそうですね。
いやもう本当にね、ちょっとまた皆さん退屈されてしまう状態が続くと思うので、またこいつタイの話してるのかって話なんですけど、いつも僕はですね、まあ成田か羽田からタイに飛んでいくんですけど、使う航空会社は ANA かもしくは LCC 中距離キャリアの LCC を使うんですね。で、ANA を使った場合は、新しくタイにできている国際空港、スワンナプーム国際空港に着くんです。で、スワンナプーム国際空港からは、いつも僕が泊まっているバンコク市内、アソクっていうね、ところがあるんですけど、そこまでは、最近だと、まあ、電車で移動することが多いですね。というのも、ものすごく混むんですよ。渋滞が日本の日ではないほどに混むので、まあ、そういうのに巻き込まれないためにというのが一番の要因なんですけど、ドンムアンっていうね、もう一つの空港があって、それは LCC が主に利用するところなんですね。で、当然 LCC を使った場合ドンムアンに着くんですけど、ドンムアンだと電車が直接通っていないというのがあって、いつもタクシーを使って、それこそ日本朝出発するとバンコクに着くのは夕方で、入国審査とか行ってたりするとまあ6時7時ぐらいになるんですよ。一番行ってみれば道路が混む時間帯で、そうするとめちゃくちゃ時間がかかるんです。なので今回はですね、ちょっとバスを使って最寄りの電車の駅まで行ってみようかなというふうに思ってます。なんで、まあちょっとね、興味ある方いらっしゃれば、ツイッターの方とかではそういう情報もちょいちょい発信してるんでね、見ていただければなとは思うんですけど、まあやっぱりタイはね、この時期めちゃくちゃ暑いんですけど、やっぱりね、空気が好きですね。タイの発する空気。そしたらちょっとね、話せ脱線しちゃいましたけど、とにもかくにも通貨が欲しいので、ナシラーに、1個、建設線を動かしておきましょう。続いてナシラーに、宇宙基地を作って、ここに国境を広げて、ナシラーから通貨5を獲得していこうという作戦ですね。なんだったらもう通貨以外、あるいは鉱物以外、通貨と鉱物以外はしばらく建設系はもうしなくてもいいかなぐらいな感じですね。あとまとまった通貨が採掘できるところ、近場で言うとヘンセドン、リーグ、この辺りかな。遠くまで行くとヤミザーとか、この辺り5取れますけどね。ちょっとここまで行く気がしないからな。ポップが200でプラス3でカンストしちゃってんだな。だとここをテコ入れするのもちょっと怖いんで、やっぱり現状から通貨を獲得していく。いや待ってね、でもポップが溢れてるのはちょっともったいないよな、どう見ても。そうするとここに建造で、どうする、2でもいいから発電所1作りますか。いやポップだな、ポップが1っていうところがあったらにしましょう。食料が1しか取れないよっていうところがあれば、そこにテコ入れをしていくっていうのはありかな。こういうところで、
調査船とかもちょっと眠っちゃってるけどね、もうしょうがないからな。そうか、でも調査船で言うとどうだろう、戦闘が起きたところでしっかりデブリの回収とかを行っておきたいけど、一応全部終わってますね。デブリの回収は終わってるね。調査船は1個解体しちゃいましょう。維持費がかかるだけなんで。なんならもう1個調査船破棄しちゃおう。これも今は1にも2にも欲しいものは通貨、これに限りますからね。次の目標はナシラ、ここに通貨の採掘所を作っちゃいましょう、ね、まあ暇なので、じゃあこの間に整形の調査を進めておきますか。石はちょっと残しておきたいかな、手元に。ナシラを開発した後どこに進んでいくのが一番通貨的に美味しいかって考えると、パーラギ、マーロブ、バコル、まあ、この辺りは通貨の資源が数値としては一つ一つは小さいんですけど、まあ、ある程度数は見込めるので、ここにちょっと移動させておきましょうか。で、この後なんですけども、鉱物資源がまあ2500ぐらいまで溜まったら、新しく ホワイトベース級を建造しましょう。さて、敵艦隊がいるな。ちょっと場所を確認します。海賊艦隊、これが財布か。やっぱり財布なんだよね。まあ財布にはただ2艦隊いるので、まあ今回はあっさり撃退はできるんじゃないかな。
さあ、そしたら、早速なんですけど、今、調査船で、財布、デブリを、調査しちゃいましょう。で、傷ついた艦隊のうち、第三遠征艦隊、これを一旦戻します。艦隊の修復ですね。で、第二遠征艦隊はこのまま財布に留まりましょう。財布はいつもいつもね、海賊船に襲われるんで。今55まで来ているので、これを60に達した時点でナシラーに宇宙基地を作って前線の拡張ですね。これをやっていきましょう。で、あとはホワイトベース級の1番艦カートレックス級2番艦、あとは2、どうするかな。ホワイトベース級をちょっと改造する。船体値がさらに抗っちゃうのか。ガンタンクにすると行けなくはないか。出力的にはギリ持つもんね。これでガンタンクに変えちゃうっていうのがいいかな。もしくはジム、ジムにすると出力が足りないか。そうなるとやっぱガンタンクになるんだな。ガンタンクだと足りていると。じゃあこれホワイトベース級の2番艦として設計というか入れちゃいましょう。まあどちらかというと2番艦っていうイメージの正しいですよね。改造してあるところはあまりないので。ちょっと待ってね。すでに存在していると言われてしまっている。なるほど。じゃあ、2番艦、3番艦でそのままできちゃったんだね。じゃあ、3番艦はそのままなんで消去しちゃいましょう。これでホワイトベース級の2番艦ができたわけだな。ガンダムだね、ガンダム。ビームライフル持っているし大丈夫かな。ビームサベルも持ってるし、これでじゃあ2400溜まったので早速造船所でホワイトベース級の2番艦を作っていきましょう。でナシラーで通貨プラス5を得たな、その時点で財政は一旦プラスになりそうですね。ただホワイトベース2番艦を建造したことによってまた
維持費がね、ぶっ飛ぶほどかかると思うんで、結果マイナスになるのかな。そう考えるとナシラーなどシダーまで行ってちょっとあんまり美味しくはないんですけどね。あとドリストマスク、やっぱり影響力が全然上がってこないんで、この影響力をもう少しねガッツガッツ欲しいかなっていうところと、あとは研究の項目で、いっそのこと発電所をもうちょっと考えていった方がいいかもしれないですね。さて宇宙海賊確認場所は、イブシロンエリダニ星系、イブシロンエリダニ星系はどこにあるかだな。ここまで広がってくるともうどこって感じになっちゃうからね。ここか、遠いな。一番近いのでもエアスターズにいる第一遠征艦隊か。まあパターンで言うとおそらくクサドラーにやってくると思うので、一旦ホーエタラーに行きましょう。でここで敵艦を迎えると、1560か、海賊艦隊の割には恐ろしく強いな。これ第一遠征艦隊派遣して正解でしたね。今我々の戦力でこの1560の海賊艦隊と戦えるのは第一遠征艦隊のみですね。やっぱり砲エタラーにやってきたな。ただこの砲エタラー、どうしようもないからな。味方の艦隊、第一遠征艦隊が到着するにはまだまだ時間がかかりますからね。ここは我慢我慢、ここ直しかないかな。このね後方をアップグレードして戦闘地域にいち早く艦隊を送り込むっていうのも結構重要は重要だと思うんですけどね。オーエタラーが完全にやられたか。採掘ステーションも撃破された。やってくれるな。これはクサドラーで迎え撃つ形になるな。そうなると ようやく第一遠征艦隊がクサドラーまで来たので、ホーエタラーからやってくる海賊艦隊を迎え撃つ形になりそうです。建設完了した。第3遠征艦隊にホワイトベースが組み込まれたので、このまま第4遠征艦隊は増強しましょう。というわけで造船所で、サラミス級これを一隻、さらにコルペットこれを一隻造船しちゃいましょう。
建設完了したで。で、フォーエタラーには、早速なんですけど、建設船を派遣して、破壊された採掘場を再建していきます。で、海賊艦隊は第一遠征艦隊を持って叩きに行きましょう。ホワイトベース、ここにいますね。早いな、ホワイトベースが過ぎ去っていくのが早い。なかなか強力だな、敵の艦隊も。もっとあっさりケリがつけられるかなとは思いましたけど。よし、海賊艦隊は撃破。ただ、傷ついているので、一旦戻しましょう。いや、サイフに2艦隊出してるけど、これ、第3遠征艦隊の増強、サラミスとコルペットですね、これが配備されたら、サイフにいる第2、第4遠征艦隊を一度戻して、ここに第3遠征艦隊、これ、ホワイトベース級の2番艦入って、さらにサラミスとコルペットが増強されて、多分今の我々の艦隊の中では一番強い艦隊に成長すると思うので、これをサイフに派遣していきましょうか。
メッドガーラッシュ、ここかな。次一番最初に開発をかけたいのは、なので今46、ここにある影響力、これが60に達したらメッドガーラッシュ、ここに宇宙基地作って、さらに採掘所も使って4、これを獲得していきましょう。で、造船所の方はどうなってるかというと、サラミス級もう一隻作れる、さらにコルベットも作れるね。これは正常不安だよね。まあやっぱり3000ぐらいの戦力、戦隊値3000ぐらいの艦隊を揃えておかないと、今当たったような1500ぐらいの海賊船相手だとちょっと勝てないっていうことが今後起きてくる可能性がありそうですね。財布なんかも特に、多いですからね、敵艦が。さあ、そしたら第4戦艦隊を一度財布に移動させましょう。で、逆に、財布にいる艦隊ですね、これ傷ついていますので、ちょっと早いかなという気がするんですが、まあ財布から艦隊が一時的になくなる状況はありますが、回復に向かせます。まあ我々の艦隊の中ではもうホワイトベースが群を抜いて強いので、ホワイトベースを量産体制に持っていきたいところなんですけどね。この後はもうホワイトベースの量産体制に入っていきましょう。財布の近くに、どうだろうな、造船所作ってもいいかもしれないですね。結局財布から地球圏、まあ、あの造船所のある地球圏に戻るのにそれなりに時間がかかってしまっているんで、これを短縮できるんであればそんなに悪くないかなという気もするんですけどね。研究協定が来てますというところで、鉱物231くれるのか。で、中身はアースフェデレーションが欲しいということ。違う、アースフェデレーションは我々の話で、欲しいのが研究済みの研究に対して 25% ボーナスが付与。
まあこれは悪くないかな。鉱物ももらえるし。建設完了したね。はい、ではね、時間もいい時間になりましたので、今回は一旦ここまでにして、次回以降なんとかね、ホワイトベースこれの量産体制に入っていきたいなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。